孫策らは反乱軍の討伐に成功。約定通り太子寺が解放され、孫策軍に加わっていた。帰陣した孫策のもとに奪起から小谷城を拠点とする反乱軍を討伐せよとの命令が届く。小谷城を守る反乱軍の将は正斎、長藩から逃れた官寧両党の顔もあった。そんな折、小谷城へ向かう孫策のもとに、やはり長藩で戦った渡り軍師島左近から一通の手紙が届いた。以前やり合った左近ってやつから手紙が来てよ。これどう思う？孫権殿に関する情報を直接伝えたい。織田に討伐の際に合流されたしですか。あの男なかなか熱いやつだったし、信じてやってもいいよな。御意のままに。孫策様は乱がお守りいたします。孫策殿、あれが反乱軍がこもる小谷城です。左近殿はまだ来ていないようですが。そっか、なら奪起様のご命令から片付けちまおう。小谷城を攻め落とすぜ。ダッキもじれている。急ぎ反乱軍の城を落とそう。ああ、やるさ。あと、城下町で左近と落ち合う約束になっている。じゃあ、先に城下町の敵を片付けようぜ。ここでお前を撃つ。守りを固めて援軍を撃つ。軍服耐えて、カラフルな行動は許せ。逃がさん。耐えられるかよ。これじゃ喧嘩にならねえよ。やめとけ、ガメ。あの姉ちゃんも一緒だ。おお、丹寧と両党がいるのか。この前やられたからやり返しに来たってのか。この状況ではしゃぐとは君らしいな。間違いかない相手ではないわい。敵将撃ち取ったり。乱丸、反復いたしました。逃がさん。北西より敵援軍がこちらに向かっている模様。援軍の到着を待って一気に攻めるつもりか。北西砦を押さえよ。援軍の侵入を阻むのだ。張翼、金吾丸の門まで引いて守りを固めて。すいませんね、ちょいと遅れちまいました。おお、ここの敵は片付いてますか。仕事が早いね。任せとけ。飛ばしてやる。援助は進ませんぞ。ザコ、話は後だ。先にしろとだ。そうしねえと引き出せ。対抗してもらえねえんだ。強さだ。敵将撃ち取ったぜ。勝つやつ。飛んじまえよ。次は負けない。敵将撃ち取ったぜ。孫策様は強い。私も強くなれば。大
活躍ですな。反乱軍に恨みはねえし、武将がごめんだ。敵の被害を最小限に抑えての勝利ってとこですか。ならば左近の軍略披露するとしましょう。まずはこいつらを連れて山田山砦まで進みますぜ。援軍ね、今こそ攻める。俺が相手になるぜ。素晴らしいですね。大活躍ですな。俺が相手になるぜ。水産沈め。俺の攻撃合わせるか。ここは勝負しときますか。今度は負けねえからな。私が行こう。ごめん。大活躍でしょ。ちょっと組むやりにくそうだな。ここで勝たなきゃ死なれちまうんだね。敵将撃ち取ったぜ。お見事な戦ぶり。仲間内の戦いにも次は負けない。敵将撃ち取ったぜ。大活躍ですな。心意気よくし、わしが引くもりしてよ。戦いを楽しまなきゃな。そうだろ。ここでお前を撃つ。この相手はこの俺だ。いざ尋常に勝負。さあどこからでもかかってこい。撃つめや。素晴らしいですね。私が行く。その戦ぶり。わしも焼きが回ったことよ。敵将撃ち取ったり。乱丸感服いたしました。次は負けない。敵将消滅せ。大活躍ですわ。ではないわい。敵将消滅せ。素晴らしいですね。私では止められぬ。敵将消滅せ。お見事な戦ぶり。
じゃあここは仲良く助け合いましょうかね。敵が強いほど熱くなれるってもんだぜ。敵将討ち取ったぜ。見事な戦ぶり。孫悟のメンツが揃わねえと調子出ねえな。私が行こう。死ぬがいい。こいつは分かり。救われるのをただ待つしかなかった不甲斐なき我が身、お許しあれ。獄中にて果たせなかった真の道、この両使命、これより取り戻す所存。まあ単刀直入に言うと、大虎さんは大阪城の檻の中ってやつだ。あんたらが望むなら道案内しましょう。まあ無理強いはしませんよ。左近、案内を頼む。親父救出にはお前の力が必要なんだ。まっすぐな懇願だね。嫌いじゃない。じゃあ俺もあんたの軍に加えてもらいますよ。